花町とは、芸者や遊女屋が集まっている地域を指す名称である。下流という別称もある。売春防止法までは、多くの花町に芸妓と将棋の両方がいたが、今日、花町と呼ばれている地域は、芸妓遊びのできる店を中心に形成される区域である。なお、料理屋、待合者や、置き屋がまとめて、産業と称されるため、花町のことを産業地ともいい。 地域により、町合社や陶器屋で、二行地と呼ぶ。花町は、遊郭の別称としても使用され、古くは、加害満足などにその要例が見られる。加害という語の指す対象は、極めて曖昧で、近代以降の芸事業の許可地をその中心に、江戸期の遊郭から、戦後の旧赤線地域までを含めることもある。江戸時代の太遊や、初期のらんは、 芸語と教養を身につけた高級友女であった。1872年の芸将棋会法令を受け、翌年、東京では、貸し座式と正規則、将棋規則、芸儀規則の3規則が発布され、一定の区域外には、芸技置きや、待合、料亭の営業は許可されなくなり、また将棋と芸技の分業傾向が強まった。明治時代には、数多くの花町が全国に登場し、 1930年には全国113市のうち98市に花町が存在したという。売春防止法の施行まで多くの花町には、将棋と芸儀の両方が存在した。今日、花町と呼ばれているのは、芸儀遊びのできる店を中心として形成される地域であるが、この芸儀と過去日本にあった交渉制度のもと存在した将棋が混同されることも少なくない。 岩下商事の書籍にその区分けは具体的に書かれている。料理や芸者置きや待合いの三種の営業が許可された産業地は公安委員会から営業許可を得た特殊地域を示し三社が合流して産業組合を組織している。下流街とほぼ同義に用いられ20世紀前半における市街地の主要な遊興地帯であった。 地域名を冠して産業地と言い,い、例えば東京都内には白山産業地、麻布産業地、大塚産業地などの花町があった。上7県の芸者が毎年行う北の踊り近年では情報誌などで気軽に行ける花町といった特集が組まれることもあるが、この場合はもっぱら芸人を呼んで楽しむことのできる区域のことを指す。後継者なんで衰退した花町が多いが、 芸ーに憧れる若い女性も見られるようになっている。京都、金沢のほか東京や名古屋、有馬温泉、博多、長崎などの花町では、それぞれの個性を明確に打ち出している。代表的なものとして、京都五花街、東京の東京五六カ街及び大塚、八王子、大阪四花街、地方都市では、三大花街に数えられる、新潟四小町のほか長崎、金沢、 博多など日本各地にある。ありがとうございます。